上から、国道9号江川橋、JR 山陰本線号川橋梁、国道9号豪津道路新江川橋江川橋は、島根県豪津市の豪野川に架かる道路橋。本港では付近にある鉄道橋号川橋梁、道路橋新江川橋についても記す。近代までこの川は、江川あるいは、豪川と呼ばれており、1966年1級、河川指定の際に、 郷の川に定められた。これら橋の名は、旧河船名に由来する。上江川橋の石踏み1947年、下江川橋工事中。上が、山陰線郷川橋梁、下が四代目の上江川橋。上江川橋の左側が、郷津本町明治初期までこの地の中心は、現在の中心部より、南側の郷田現在の郷津本町にあり、古くは、 郷の川の河川周雲の港、近世は西巡る海運の港として栄えた。近代に入り1885年国道28号が指定され、郷大津本町に国道が通ることになった。ただ洪水時に暴れ川となる郷の川に橋を架けるのは当時の技術的に困難であった。そのため国道館は2層の渡し船でつないでいたものの不便であったため、 河橋計画自体は1893年には作成されている。1904年当時の国道筋、現在の新江川橋より上流側、豪津本町から渡しに初めて橋がかかる。これが初代の江川橋、河橋当時は里川橋、後に上江川橋と言われる橋で、その時点では船橋であった。ただ、翌1905年洪水で流され、その後も、 河橋と流出を繰り返している。現在、豪大津本町側に石踏みが混流されている。1993年、上から江川橋、里川橋梁、新江川橋、五代目の上江川橋。1916年参院本線を延伸に伴い、この川に鉄道橋工事が着工する。工事は第一次大戦の対戦契機の最中。 主な鉱材をアメリカから輸入していたため物資の高等、物資輸送手段の不足に陥り、さらに1917年台風によって、工事途中の橋脚の2、3が大きく傾いたため作り直さなければならなくなり、工期は大きく伸びた。これが里川橋梁であり、1920年、完成した。完成当時は、福知山線伊勢の山陰線において、唯一のトラス橋であった。 一般に、山陰本線での橋梁において一番の南高寺は、甘るべ橋梁と言われているが、里川橋梁は、高期で甘るべの倍以上、高期で甘るべの約7倍かかっている。なお、近代の島根県内における豪の川への河橋は、上江川橋、豪川橋梁と川本橋、津菅大橋、三江仙台一江川橋梁のみで、 流域の大部分では私船によるとかが主流であった。1943年3代目上江川橋が流出、1944年ほぼ同じ位置に4代目上江川橋が架橋した。ただ、目標の4代目はあくまで仮橋として、意味合いが強く1.2年ごとに流出あるいは破損する可能性が高かったため、新たに里川橋梁の下流側、 豪津駅前通りから伸びる道筋に橋が整備されることになる。これが現在の江川橋である。工事は太平洋戦争終戦1年後の1946年着工したものの当時は GHQ の統制下にあったため物資の確保に苦心し当初予算は終戦処理費関連で組まれていたが1年で止められた。そこから予算確保することができた。 さらに深い水深と洪水に悩まされ、里川橋梁との近接志向になったことから慎重に工事が進められた。こうして工期は伸び、1950年完成に至った。当時は西日本一の橋町であり、私初式が盛大に行われた。同年国道に指定される。1968年には上流側に歩道が追加されている。 1993年国道9号、交通道路整備に伴い、新江川橋が架橋された。この橋は、同年に土木学会、田中賞を受賞している。これに伴い上江川橋が撤去された。2019年現在、島根県内での豪の川流域において2番目に古い、橋梁。島根県内での豪の川流域において、最古の橋梁で、 唯一対象期に架けられ減損する橋になる。上地が国道、下地が市道。共鳴版には岩見焼きの瓶が用いられ、龍宗義の解説が書かれている。橋脚の歩道部にはバルコニーが設けられている。土木学会、田中賞作品部門受賞。2011年に、大津氏が橋桁のボルトの点検をしたところ、22,264本を調べたうち、 2330本の腐食を確認した。このために2013年3月末までにボルトを交換する計画を立てた。国土交通省が管理する条文のボルト交換はすでに終了した。ありがとうございます。